敵が撤退を始めたな。で、墓の下だし。はすぐに切れちゃうね。本当に一瞬で切れたな。ドラゴン形態のアレクストラーザは本当に止まらないよ。とりあえず相手にタワーを壊されたこともあって経験値に大きな差が生まれてしまったね。次のタレントレベルになる前に差を縮めておきたいな。おっと、下で戦闘始まってるのかな。ラグナロスが襲われてるな。逃げ切れそうだが、ちょ、ここやばい。うおーおーおー、スリップ。おー、ここでレベル1に所得したタレントが役に立ったな。早期離脱できてなかったらリーミンのオーブで間違いなく死んでた。そういやいたんだなリーミン。他の敵が目立ちすぎてて完全に忘れていた。相手チームの中で一番バースト力高いのは間違いなくあいつだから、気をつけないと真っ先に倒されて味方全滅なんてこともありそうだね。今のは、ごめん、間に合わない。あそこサウンドバリアー届かないし、で俺自身もやばい。カッシアのそばでサウンドバリアーを、あ、で墓にも届く。できるだけ近づいて。あ、ラグナロスがモルテン怖かった。ってことは相手絶対来ないじゃん。タイミングが被ってしまったか。あ、いやサウンドバリア切れのタイミングでちょくちょく攻撃仕掛けてきてるな。だがモルテンコア状態のラグナロスのそばでそれはダメだぞ。さすがに引いたか。しかしラグナロスとんでもないヒロイックアビリティを持ってるな。あ、あれトレイトだよ。え、アレクストラーザと同じようなタイプだね。ってことはあれとは別に強力なヒロイックアビリティを使うのか。後で使うところ見れると思うよ。っていうかさっき使ったんだ。気づかなかった。そこの UI もそうだが、最初の頃から色々変わったんだな。そうだね。じゃあ、そういえば、最近パッチでシステムの大幅変更入ったんだった。ほう、そうなのか。まず一つ目に、透明状態をカンパしやすくなったね。今回透明キャラが敵にいないからわからないが、どんな感じなんだ。具体的に言うと、ほぼ完全な光学迷彩から、枠が白く見えるように変化したね。ああ、確かにこれは少しだけ見えやすくなったな。その分透明持ちのキャラは別の部分で情報修正を受けたよ。まあ、今回は関係ないからそこまで説明はしないよ。さて、他の説明もしたいけどそろそろ大規模な戦闘がありそうだから、残りが知りたい人は一時停止して仕込めを確認してね。お、で墓がケリガンを捕まえたな。そこでさらに密着サウンドウェーブ、ヒロイックアビリティが色々飛んできてるが、ケリガンは殺せたな。おっと、爆撃でバーラの体力がやばい、なら。あ、今のどっちにしても爆撃数足りてなかったか。また無駄撃ちか。使わなかったせいで死んだよりはマシだよ。それよりアレクストラーザが変なところに着地したおかげであっさり倒せたよ。バーラを狙いすぎて逃走時のことを全く考えてなかったようだな。残りの敵は、うん、帰ったね。ラグナロスが宝石大量に抱えてるから他の敵を近づけないようにしよう。で、カッシアやばいって、お前動くのやめたら通常攻撃であっさり死ぬだろ。というか死にそうじゃん。絶対絶対。まあ、ラグナロスが宝石を入れる時間は稼げたでしょ。いや、上からちょっかいをかけてくる奴がいるせいでまだ入れれてないみたいだぞ。は、おい邪魔すんな。これ以上邪魔するならサウンドウェーブで追い込むぞ。これだけ追い返せばもう大丈夫だろう。みたいだね。でもさっきのでラグナロスの体力が半分切っちゃったみたいだから、近づいて回復しに行っておくよ。で、墓の方はマナ切れだけど大丈夫かな。一度戻ってマナ回復してくるみたいだぞ。オッケー。まあ専用マウントで他のヒーローより早く戻ってくるでしょ。そういえば今気づいたが、レベル13のタレントまだ所得してないよな。おっとしまった。完全に忘れてた。ここは全部自身の防御関連だけど。で、ちょっと待って今襲わないでって。ケリガンにスタンされた。ああもう、ここはスタン時回復所得で。カッシアは、さすがに無理だな。ってなんだこれ。お、ラグナロスのスペシャル来た。このマップでの最強アビリティ、1レーン上に流れるマグマに巻き込まれればとんでもないことになる。もう相手絶対意外考えてないぞ。でも今俺の体力もヤバいんだよね。サウンドバリアーの準備はできているぞ。でも味方に近づかないといけない。で墓持っていかれた。なんとかで墓に近づいて。おう、今のはナイス。あれだけ集まってたにもかかわらず実際に効果あったのはで墓と自分だけ。ラグナロスには届かなかったな。これ、本当に射程短い。あ、死んだ。いやいやいや、なんでこうなってるの。逃げろ、とにかく生きんだか。半蔵に射抜かれたか。ああ、なんてことだ。ラバウェーブで撤退させたところまでは優勢だったのに。そこから一人ずつ順番に倒されたか。相手チーム、バーストダメージ自体は高くもなく低くもないんだけど、攻撃力の持続性はかなり高いんだよね。戦闘が長引いてもダメージが下がらないヒーローが数人いるし。で、まだ戦闘続いてる。敵ヒーローだけで残ったボートを潰そうとしてるな。ボートの体力少ないけど、ヒーローいるところでそれはさすがに無謀だね。ケリガンを返り討ちにしたぞ。ボートの標的になってスローついてたからあっさり倒せたか。みたいだね。
そして俺もそろそろ復活するよ。ルシオは戦場に戻る時も壁際を通っていきたいから、復活直後から視点をルシオ部分に戻しておくね。コアやキープも壁判定されるんだな。味方のゲート以外の建築物のそばだとちゃんと発動するようになってるよ。あ、それと壁から離れても2秒間はスピードアップが残ることも忘れないように。一瞬でも壁に触れれば2秒間は速度補正が適用されると。そういうこと。さて、レベルはどっちも16。新しいタレント枠が開いたけど、ここどうしようかな。一番目はないな。今回味方の平均体力は低い。パーティーミックスをクリアしたから2番目はありだけど、味方1人だけと突き沿うことも多そうな今回は3番目にしておこうかな。さて、敵のウェブウィーバーが降りてきたぞ。できる限り被害を抑えていきたいところだけど、てあれ、この位置ちょっとまずくない？なんで戦闘にいるんだ俺。とにかくサウンドウェーブ、なんとか間に合ったな。ついでに味方2人にも効果発動。さらにラバウェーブ行くよ。って俺の体力がやばいことに変わりないんだけど、やべえ、マジで死んじゃうって。体力2桁。今のよく死なずに済んだな。味方はまだ戦ってるけど、これじゃ前に行けないよ。味方に変な被害が出ないことを祈るしかないか。そうだね。とりあえず中央レーンのウェブウィーバーダウン。味方はアレックストラーザを倒したか。爆撃からの着地でまた逃げ損ねてたみたいだね。あれ何発落として着地か覚えておかないとあんな感じになっちゃうから、使う際はトレーニングルームで確認しておくことをおすすめするよ。さて、上レーンのウェブウィーバーを倒して体力もほとんど回復。下レーンに残ってるけど、あれはカッシアが倒してくれるかなと思ったけど、敵ヒーローいるみたいだね。おい、これ囲まれてないか。おいね、これはダメかな。あ、やっぱりか。うん、これはどうしようもない。おっと、ラグナロスがここでモルテンコア使うようだね。さっきラバウェーブ使ったばっかりなのにずるいな。まあどっちもクールタイムバカみたいに長いしいいんじゃない。それにこれに関してはノーダメージで抜けられることもあるから。それはそうだが、ってこれは入っただろう。お、これ殺せるぞ。スピードブーストアップ。ナイスキル。ルシオのダメージは低くても皆無ってわけじゃないからね。さて、レベル差が一つ近くついたところだけど、まだ油断はできないよ。この組み合わせなら一つ程度一瞬でひっくり返る可能性があるな。というかこっちもそうやってひっくり返したわけだしね。よし、下の CG レーン確保。これで下レーンはそこそこ押し込めるはず。じゃあ俺は中央レーンに戻ろうかな。持ってる宝石も注意しておけよ。おっと10個か。これなら中に入れておいた方がいいね。時間的にもウェブウィーバーの強さが無視できないレベルになってるし、積極的に出していきたいところだが。そうだね。そう考えると、今敵が合計48個宝石持ってるってのがちょっと怖いかな。こっちのフォート3つはどれも少しつつかれたら潰れるほどの体力しかないから、ウェブウィーバーが出たらほぼ逆転確定か。うわ、相手がブルーサー連れてきたね。これちょっとやばいかな。ってちょっと待って、ここで集団戦するつもり。パッチで傭兵が思いっきりこっち殴ってくるようになってやばいんだけど、しかもここでアポカリプス、見事にバラバラにされたな。よりどっちだと思った。うん、今度はキャスト時間つきなせいでラバウェーブだけで逆転できるレベルを超えてるか。あー、これはうん、無理だね。残ってるのはラグナロスだけか。逃げろ逃げろ。さすがに間に合わないか。うん、どうだろうか。スピードアップ使ってこの距離だったら間に合わない。せめてフォートーラに回れたら。で、奥からディアブロが這い寄ってきてる。あ、まあそうなるよね。ついでにフォートも落とされたか。この時点で経験値は互角。でもこっちは全滅していて、相手は4人自由行動可能。宝石の合計数はウェブウィーバーを呼べる数あるけど、こっちが全滅してるとなると次の相手の行動はまあボス狩りだよね。それ取られたらもうほぼ負けじゃないか。ウェブウィーバーと同時に攻めてくるのだろ。どうやって倒す。いや、そんなこと言われても、とにかく生き返ったらボスのところに急いで向かうしかないかな。一番最初は俺。つまり一番最初に死んだんだな。あれは仕方ないじゃん。しかしサウンドバリアーが思った以上に使いにくい。で、今はそれよりボスの元に向かわないと。間に合うのか。正直言って絶望的だとは思う。でも向かわないわけにはいかないでしょ。まあそれはそうだな。アレクストラーザは下か。あれ、ジェム入れ。いや、ボス残ってる。普通ならミニマップのマーク消えるよな。突撃ー。あれそこどいて。あれ、これってもしかして、ボススティールできちゃったんだけど。あ、うん、グッジョブ。いや待って、こんなのでいいの。今すごいあっさりボス奪ったんだけど、これ普通もっと盛り上がるところだよね。うん、さすがにあっさりしすぎたな。とりあえずウェブウィーバー倒そうか。本来ならボスと一緒にレインをして試合の決着つけるんだろうけど、今回は相手チームがウェブウィーバーを召喚してたから、そっちを処理しないといけなくなったか。まあボススティールした時に混乱した敵が2人死んだから、ボス処理にはそこそこ時間かかるでしょ。それでキープ沈んでくれたらラッキーなんだけど。それはさすがにないな。残った相手ヒーロー3人
ってそこそこ効果力出せる組だろ。そうだね、アレクストラーザも連続して攻撃できる敵に対してはかなりダメージ出るし、ゲートとタワー追ってキープの体力3分の1くらい削れるくらいで倒されるんじゃない。いや、どうやらゲートとタワー追うだけで限界だったみたいだ。おっと、思ってた以上に火力出てたか。まあそれでも十分、本来ならこっちのキープが潰されてさらにコアも攻撃されるはずだったところが、ボススティールして相手ヒーロー2人殺して上レーンを潰しながら経験値を少し引っ離すことができたんだから、文句があるなんてことはないよ。むしろ最高だね。さて、祭壇が復活して宝石を入れてるけど、ウェブウィーバー召喚には微妙に足りてないみたい。だがこれなら高確率でこっちが次に召喚できるな。とりあえず下と中央レーンに傭兵送ってプレッシャーを与えよう。ついでにどこかで宝石を調達できたらいいんだけど、傭兵送ったらそのレーンに敵ヒーロー来るから、敵ヒーローが落とす宝石を回収することになるんじゃないか。そうなるかな。とりあえず味方と合流しよう。でカッシアはどこ行った？殺されたか。は、なんで？奥に単独で行ったからだろう。しょ、このタイミングでそれはまずいって。4対5で勝てるほど戦力差ないんだけど、正面からぶつかり合ったら勝てないとなると個別に撃破するか、相手一人を素早く殺して4対4にするかだが、素早く殺そうにも相手の前衛ってディアブロでしょ。そう簡単に倒せるかな。確かに難しいだろうな。となると他の誰かを裏から倒したいか。ってお前体力減ってるぞ。くっそ、遠くから撃ってきてるだけなのに痛い。しかもトラック間違えた。今ブーストしてどうするんだ。やばい、これはまずい。狙われたら一瞬で殺される。ラグナロスが残りの宝石を入れてくれたぞ。おーサンキュー。なら一瞬引いて相手の動きを見よう。でディアブロが這い寄ってくる。で墓が狙われたか。いやー、私には俺狙いだ。トムボースリップ。ギリギリ間に合った。ラグナロスがラバウェーブプラスモルテンコア。で墓はアダプテーション、体力ほぼ全回復。これ引きられなかったのか。これ以上ないくらい最高のアダプテーションだね。でラグ様が2キルというかやばい。ケリガンに殺される。緊急回復。やっちゃえラグ様。うわ、大振り。モルテンコア中に近づく方が悪い。あ、でもこれ殺しきれないか。アレクストラーザがドラゴン形態で残ってるな。うん、無理。まあ奥にこっちのウェブウィーバーもいるし、ドラゴン形態切れるまで追撃しても大丈夫でしょ。で墓どこ行くの。潜ったな。出現場所は回り込んでた。ケリガン引きずってるぞ。アレクストラーザはもう何もできないでしょ。もう妨害技残ってないな。よし、レベル差はともかく状況はこっちが圧倒的に有利。この勢いで真ん中のレーンを押してしまおう。コア破壊まではいかないかもしれないけど、キープを落とせたら均衡は完全に崩れる。ついでにアレクストラーザ倒せる。さっきドラゴン変身してたし、もう逃げ技はないが。ああ、でも無理。ちょっと待て、なんで変身した。いやー、さっきのはレベル20のか。あ、でも普通に殺せたな。あそこまで火力を集中すればさすがにね。それにこっちもサウンドバリア連続で使えるし。で、これもしかして怖いける。上レインもすでに崩壊してるし、いけそうだな。敵ヒーローは今復活し始めたぞ。アサシン組来るのか。あと10秒待って、サウンドバリア使えるようになるから。待ってくれるわけがないだろ。ちょ、カッシア死んじゃうって。ハンゾーは倒したか。でもこれ以上はきついよ。ディアブロまた来るぞ。カッシア、サウンドバリア間に合わな。勝った。コアナブル組が頑張ってくれたか。ふう、いい勝負だった。ともかく、この対戦で一緒になった皆様、ありがとうございました。MVP。 はい、MVP は敵チームのディアブロ。結構暴れてたな。というかこのディアブロ、一回も死んでないのかよ。ああ、道理でディアブロの体力がずっと高いままなわけだ。俺は5位、瀕死の味方を5回救ったことが一番注目されてるね。うん、十分。あ、他のプレイヤーへの評価だけど、これはやっぱりラグナロスかな。最後かなり活躍してたし、いいんじゃないか。うん、オッケー。それじゃあスコアボードに移るね。はい、というわけでどうだったかな。最後までいい試合だったんじゃないか。有利だったり不利だったりと戦況が2点3点して、最後は一気に押し込んで勝利。しかもボススティールという最高のプレイもある。一部のプレミスを除けばかなり良いのでは。うん、俺もそう思う。でもやっぱりサウンドバリアーの射程とかちゃんと把握しておかないといけないかな。ルシオって敵の攻撃射程内に入らざるを得ないキャラだから、せめてギリギリのところで行動できるようにしないと。そこが今回の反省点だな。さて、これが戦績。回復量は相手と比べてぶっちぎりか。ルシオはいるだけで回復できるから当然だね。というか絶対にこうならないといけない。お、
おう、まあ逆にダメージはどうやってもトップにはなれないね。ダメージトップになってたらその時は味方全員クソって言っても問題ないレベル。ダメージ合計値で墓の半分しかないのか。ちゃんと攻撃しててこれだから、こういうヒーローなんだなと思って諦めて、サポートでダメージ出したかったらティランダあたりを使おう。さてこっちが今回のタレント。ルシオは4と7以外は基本的に戦況に合わせてタレントを決めるから、これを丸ごとコピーしても必ず活躍できるわけじゃないから注意してね。4と7はどうなんだ。ああ、この2つはこれ固定でも問題ないかも。慣れているなら他のでもいいんだけど、この2つの安定感はすごい。何も考えなくてもほぼ確実に効果を発揮してくれるよ。もちろん、パーティーミックスは早いうちに達成しておきたいから、ちゃんと味方と一緒に行動するようにね。まあ火力ないルシオが単独行動しても何もできないから、結局どうあがいても味方と行動することになりそうだが。さてさて、それじゃあルートチェスト開封の時間だよ。今回温存しておいたのはレアとエピックのチェスト1個ずつ、そして当時祭の通常チェスト1つだね。レアチェストじゃないのか。悪いね。持ってたジェムは全部使ったんだ。ああ、だからクリスマススキンいろいろ持ってたのか。あ、レアチェスト開けたよ。いいなおい。レアチェストなのにレア2とエピック1。これは美味しい。スキンは片方かぶったか。で、エピックはかぶりだな。うーん、でもまあクリスマスアイテムに変えれると考えればいいか。よし、次はエピックチェスト。うん、レアチェストよりしょぼい。そういうこともある。あ、でも反動ボイス出た。エピックも持っていないスキンというか被りなし。ならいいんじゃないか。うん、十分十分。さて最後だ。欲しいアイテムとかあるのか。マウントが欲しいけど、無理ならせめてスキンが欲しい。というわけで何か来い。レア1、とりあえず最低値。おう、またシュールなスキンが。サンタマルサエルって、いやお前死の天使だよな。突っ込んではいけないやつじゃないのかこれは。まあいいか。赤は持ってるけど青も使うかもしれないし。あ、色違いはあるのか。というか使うんだな。一応マルサエル関連の初めてゲットしたスキンだからね。あ、ちなみにルシオのもう一つのスペシャルはこれ。クロスフェードの効果反転だったか。そうそう、ヒーリングブースト時は周囲の敵にダメージを与え、スピードブースト時は周囲の敵の移動速度を下げる技だね。ついでにアンプイットアップの効果が1秒長くなるというおまけ効果もあるよ。敵にバーストダメージ持ちが少なかったり、味方がウォリアー系ばかりで火力が足りてない時はこっちを選ぶといいんじゃないかな。アビリティの特性上これも接近しないといけないか。しかも敵にね、だから前衛が少なかったら逆にこれはおすすめできないね。さて、これでサポート編は終了。全4クラスのプレイ動画が完成したね。これからどうするんだ。これで終わりか。そうしてもよかったんだけど、以前の動画のコメントに、ザ・ロストバイキングを使ってほしいというコメントと、友人との会話の中で、ケルサス使ってほしいっていうのがあったので、とりあえずこの2キャラ分の動画は作るよ。オッケー、どっちからやるんだ。一番最初がスペシャリストで、その次がアサシンの動画だったから、一巡したということで次はスペシャリスト。つまりバイキングを先にやるよ。カオスになりそうな予感。なるだろうねー。3キャラクター同時操作とかまともな動画にできる自信ないよ。操作してる側は楽しいけどさ。楽しいのか。とにかく楽しみにしていてね。いつになるかわからないけど、ちゃんと動画作れ。さて、そろそろ時間だね。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。